イソブチルアルコールは、無色、可燃性で独特な匂いを持つ、有機化合物である。IUPAC 有機化合物命名法では、2、メチルプロパンマイナス1オールあるいは2、メチルプロピルアルコールとも称される。なお、特に産業分野では、イソブタノールと称されることがあり、特許広法などでは広く用いられているが、この名称は、慣用名としても、 IUPAC 命名法において許容されていない。イソブチルアルコールの異性体には1ブタノール、2ブタノールそしてた後、ブチルアルコールが存在する。イソブチルアルコールはアルコールに分類され、化学反応の溶媒として利用されるほか、有機合成の出発原料としても利用される。イソブチルアルコールは、自然界では炭水化物の発酵産物として生じる、ほか、 工業的な化成品の分解副産物としても生産される。消防法による第4類危険物第2国有類に該当する。イソブチルアルコールの主な用途は、酢酸イソブチルの出発原料であり、酢酸イソブチルはラッカーや塗料生産に利用されるほか、食品工業の工料としても使用される。高濃度では発酵したような刺激臭があり、日本の悪臭防止法では、 特定悪臭物質に指定されている。イソブチルアルコールは化成品のエステル合成にも利用され、フタルサンジイソブチルのようなイソブチルエステルは、プラスチック、ゴムの化素材や、その他にも分散化剤としても利用される。他の利用方法としては、イソブチルアルコールは、塗料やワニスやあるいはインクの溶剤にも使用される。イソブチルアルコールを塗料に少量を添加することで、粘性が低下するので、 スプレー塗装や発火と呼ばれるような塗装面での油分の分離を抑制する目的でも利用される。その他にも目立たない利用法としては、カーボン付着を防止するプラグ洗浄剤として、ガソリンに添加されたり、ワックスやクリーナーにも使用されている。あるいは白層クロマトグラフィーの移動症としても利用される。イソブチルアルコールは揮発性の可燃性液体であり、 換気の十分な施設で貯蔵あるいは使用されるべきである。皮膚に対しては中程度の刺激性を示すが、目、粘膜や呼吸器に対してはそれよりも刺激性が強い。高濃度の蒸気に暴露すると、場合によっては、渾水を引き起こしうる。イソブチルアルコールはいくらかの毒性があることが知られており、ハツカネズミや人間において、肝障害を示すことが知られている。 そして摂取するとアルコール中毒の症状を発現する。ありがとうございます。